はい、雨が降ったり晴れたり暑かったりみたいな感じの日々をお過ごしかと思いますが、皆さんいかがですかね。梅雨なんだろうけど、まあ去年も今年もそうだったんですけど、こうなんだろうな、しと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 降るっていうイメージの梅雨がなかなか来ずに、どっちゃり降るっていう感じに、いつの間にか梅雨の時期はまあ雨は降るんだけど、こう集中豪雨みたいな感じの時が多くなったように感じますね。なんか違う気がするね。なんか違う気がする。まあいいや。はい。で、1本目はね、まあ、これをネタにしようかとかちょっと迷ったんですけど、はい。こう、精神性どころたらね、これ絶対裏を演出で作ってんだろうなって思っちゃうネタがあったので、ご紹介。はい。エコー BBC が、とある、実証実験じゃないですけど、こんなシチュエーションに陥ったら誰がどういうふうに行動するかみたいなのをやったらしい。何か、まあ日本でもあるでしょう。はい、街中で白い棒を、持って歩いている人が立ち往生してたらどうするかみたいな話です。まあ要は盲人だね。全盲の人たち、弱視の人たち、私も弱視なんだけど、まあ一応私は一応単独で行動ができておる。が、まあね、うん、一応私4級だから知らないですけど、2級とか1級になるとね、ガチで大変なんだ。で、それともして、それで助けてくれたのが2回やって、2回とも日本人だったら日本人何考えてんだかわかんねえっていう記事なんだ。いや、だけ言えば、なんだこの精神性みたいな記事なんだけど、言っていい？うん。いや、日本国内だって、それは起こらないよ。うん。これは、英国に行くような、要は日本人としての言うたら規範が高いかな、型にはめられた日本人だから、おそらくこの行動を取ったんだろうなって私は思ってしまいます。なぜか、はい、日本国内で、たとえ立ち往生している、障害者がいても助けるところを助けられるところはそうそう見ないからだし、まあただ助けるにしても、もう介助者がいる状態で日本国内は動いてるからね、あんまりその辺気にしないでしょね。私もあまり助けられた記憶がないぞ。まあいいんだけどさ。うん。いや、ただね、それを BBC がやってるってことも一つのさ、指標なんだろうなと思いますよ。まあ BBC はおそらく、英国人の、英国 CC が助けてくれたんだっていう風にしたかったんだと思うよ。多分ね。まあ、エゲレスでございますからね、その辺はね。まあただ、その辺は、今は昔なのは皆さんもご承知の通りです。ね、ジェントルな精神などと言っても、ね、結局のところそのジェントルだった人々は、ね、対戦でどこの国も落ちんでますから、はい、ね、って感じかな、うん。まあただ、とはいえね、確かに助けてもらったことはないけど、自分もヘルプマークつけてるけど、やっぱね、こうなんだろう、それなりに周りに注意を払ってる人というか、意識が高い人はやっぱ、気にしてくれたりもたまにするのかな。まあ、石油ズローが程度だけどね。ただ逆に、はい、なんだろうな、こう、思いっきり混んでる時に言われたことはない。そう。うん、自分が立ってもそんなに苦労はしないから譲りましょうかって言われたことあるけど、逆に、自分が立ってまで満員電車の中に突貫したいと思う人はいないんだね。それの手見をみんな、やっぱ、ちゃんとつけちゃうんだなって思う私です。はい。これをご覧の皆さんは、どうでしょう？自分は意識高い方でしょうか、助けることができる方でしょうか、または助けられる方でしょうか、または助けることができなそうにないな自分はって振り返れる大人でしょうか、はい、何もできないガキでしょうか。ぜひとも自分の胸に手を当てて考えてみていただければ幸いです。ありがとうございます。